2005年、カリブ海に浮かぶアルバの国で、一人のアメリカ人女性が行方不明となり、ある男性が容疑者として浮上します。しかし、明確な証拠がないために、この男は自由を謳歌していました。そんな中、5年後の2010年に、突然彼は逮捕されるのです。今回は明確な殺人事件であり、この男はペルーのホテルで一人の女性を殺害したのでした。これは野放しにされた殺人者に命を奪われた女性、ステファニー・フローレス・ラミレスさんの話。一体彼女はどのようにして事件に巻き込まれたのでしょうか。事件の詳細について一緒にイエローテープの外側から見ていきましょう。それでは本編スタートです。ステファニー・フローレス・ラミレス。ステファニー・フローレス・ラミレスさんは1988年7月22日に父リカルドと母マリー・エレナの間に生まれ、ペルーの首都であるリマで成長します。ステファニーは生まれた瞬間から両親に溺愛され、自分が受けた愛情を他人に向けることができる優しい性格だったようで、幼い頃から笑顔いっぱいで簡単に友達を作ることができる性格でした。また非常に意志が強く、自分が定めた目標に向かって努力を惜しまない面もあったそうです。彼女の家族は非常に裕福で、父リカルドは若い頃はレーシングカーのドライバーとして活躍し、引退後は起業家としてビジネスを立ち上げて成功させ、政治家とのつながりもあり、非常に影響力の強い人であったようです。ステファニーには4人の兄弟がいましたが、彼らは皆貧富の差が大きいペルーという国の中で経済的に困ることもなく、非常に高い水準の教育を受けることが可能でした。ステファニーはその中でも成績優秀で、自分の家族の裕福さを鼻にかけることなく、多くの生徒、教師から好かれていたそうです。そして彼女は2008年にサン・マルティン・デ・ポレス大学で経営の勉強を始めます。大学3年生の時には自身でも起業を考えていたようで、父の会社での仕事を手伝いつつ実践経験を積み、卒業後の準備を始めていました。この時に彼女と関わった会社の従業員やお客は、ステファニーのことを礼儀正しく全ての人に敬意を持って接する素晴らしい従業員だったと話します。しかしここまではステファニーのほんの一面であり、実は彼女は真面目な優等生という以外の顔、それとは全く逆の顔もありました。ステファニーは遊ぶことも大好きで、お金を持っているがゆえに出入りすることができたナイトクラブやカジノに訪れることも少なくありませんでした。そして2010年の5月30日にもアトランティックシティというカジノへと遊びに来ていて、そこである男性と出会います。それがこのチャンネルの前回の動画を見ている方にはすでにおなじみのこの男、ジョラン・ヴァン・デル・スルートです。時刻は午前3時頃、カジノ内でステファニーがポーカーテーブルに近づくと、そこにジョランがいたんです。二人は初対面で、それぞれ母国語は違いましたが、お互いに英語を話すことができ、簡単な世間話から会話を始めます。この時、ステファニーはジョランにリマに来ている理由を尋ねるのですが、彼は地元でのいろんなストレスから距離を置いて休暇を取っているのだ、と説明しているようです。実はこの男、マルタで行方不明になった女性の事件に関わっていると疑われていて、地元でのストレスとはそのことによる世間の目のことだと思われます。さらにジョランは自分は地元で有名な弁護士の息子であると自己紹介していて、ステファニーは自分と同じような社会的地位にいると思ったこの男に対しての警戒心を解いてしまい、二人の距離は縮まっていくんです。しかし、このジョラン・ヴァン・デル・スルートとは本当はどのような男なのでしょうか。
ジョラン・ヴァン・デルスルート。ジョランは1987年8月6日にオランダのアルンヘムで生まれ、両親と二人の兄弟に囲まれて成長します。一家は裕福で何不自由ない生活を送っていたそうです。1990年には一家はカリブ海に浮かぶアルバへと移住し、ジョランはアルバにあるインターナショナルスクールに入学します。成績はなかなかに優秀だったようで、成長した彼は身長も伸びて体格に恵まれ、サッカーやテニスのスポーツでも成績を残しています。中でも彼が熱心だったのはテニスで、よく学校終わりの夕方から夜にかけて父と一緒にテニスで汗を流していたそうです。ちなみに彼の母親によると、ジョランはわがままに育ってしまい、物事を自分の思い通りに進めるためなら嘘をつくこともあり、他の二人の兄弟はトラブルなく普通だったのに、彼は乱暴で不安定な面があったそうです。ジョランはよく夜遅くに家をこっそり抜け出してナイトクラブなどへ行って酒を飲んで遊び回っていました。裕福で体格にも恵まれ、欲しいものは何でも手に入り、彼の行動をたしなめたり叱ったりする人がいない中、ジョランは世界が自分中心に回っているように錯覚していたのかもしれません。ジョランの行動は一般的に見れば不良そのもので、やりたい時にやりたいことをやるとわがまま放題だったのですが、学業成績やスポーツでの成果もあったので、そんな彼を強く叱る人間は周りにいなかったのです。そして2005年に彼は高校の修学旅行でアルバの国を訪れていたアメリカ人女性ナタリー・ホロウェイと出会い、夜のビーチで彼女に体の関係を迫りますが、拒否されたことに腹を立て殺害、遺体を海に流してしまうんです。ナタリーが失踪した件についてジョランは容疑者として有力視されていて、何度も事情聴取を受けますが、明確な物的証拠がなく、その時に彼が裁かれることはありませんでした。しかし世間は常に彼に疑いの目を向け続けていて、彼はそれから逃れるためにペルーへと来ていたんです。ちなみにこの時の彼の旅行やギャンブルの資金に関してですが、彼はナタリーの遺体の場所を教える見返りとしてナタリーの両親に金銭を要求し、$25,000を受け取っていて、このお金を使ってペルーで遊び回っていたんです。そしてその時に遊んでいたカジノで彼はステファニーと出会うのですが、これが彼女の運命を最悪の方向へと向かわせることになるんです。彼と出会った日、ステファニーは家に帰ってこなかったんです。ステファニーの運命。ペルーのカジノで出会ったジョランとステファニーはギャンブルという共通の趣味を通して知り合い、お互いが裕福な家庭の出身であることから、ステファニーは警戒心を解いてしまいます。ゲームを楽しみ、アルコールで気分が良くなった2人の会話は次第にイチャついたものとなり、夜も更けてきた頃、ジョランがステファニーに一緒にホテルに戻らないかと誘います。これに合意したステファニーはジョランと共にリマにあるホテルタック309号室へと入っていくんです。ちなみにジョランはこの時、二人は体の関係を持ったと言っているようですが、一部の報道では二人で遅くまでオンラインポーカーをやっていただけだとの話もあるようです。閉ざされた扉の向こうで二人が何をしたのかは想像にお任せいたします。二人がジョランのホテルに帰ってきたのは午前5時近くで、その数時間後にはジョランは一人で外出し、少し後に二人分のコーヒーとパンを購入して戻ってくる様子が監視カメラに記録されています。その後は1時間ほどしてからジョランが再び一人で外出していきます。この時彼はホテルスタッフにステファニーがまだ部屋にいて寝ているから邪魔をしないでほしいと伝えているのですが、実は彼女はすでにその命を奪われていました。ジョランがコーヒーを買いに外出していた時、ステファニーは部屋にある彼のパソコンを見つけ、
そこで彼がナタリー・ホロウェイ失踪に関する容疑者であったことを知るんです。ステファニーが意図的にジョランの名前を検索した結果なのか、それともたまたまパソコンにそのような情報が入っていたのかは不明なようですが、帰ってきたジョランが彼女の行動に気づくと怒り狂い、部屋に置いてあったテニスラケットでステファニーに殴りかかるのです。しかしそれだけで彼女の命を奪うことはできなかったようで、ジョランは返り血を浴びた自身の服を彼女の顔に押し付け窒息させたのでした。その後ジョランはホテルを後にし、ホテルスタッフは彼の言ったことを信じて309号室へ入室することはなく、清掃員がさすがに限界だろうと扉を開けてステファニーの遺体を発見したのは、彼女が襲われた3日後の2010年6月2日でした。すぐに警察が呼ばれ、遺体がステファニー・フローレス・ラミレスのものだと特定されます。というのも、彼女がカジノに遊びに行った次の日に帰宅していないことを知った父リカルドは、すでに多くの人たちに娘の居場所を知らないかと確認の電話を入れ、誰も知らないことを聞かされると警察に行方不明者として捜索願いを出していて、警察は彼女の特徴を把握していたんです。警察はすぐにこの殺人事件の犯人捜査に乗り出します。警察の捜査とジョランの逮捕。ホテルで見つかったステファニーの遺体から殺人事件として捜査を開始した警察は、彼女が前日の夜にカジノに行っていたことを知ると、考えられるカジノの監視カメラを確認し、カジノアトランティックシティのカメラに映るステファニーを発見。彼女がとある男性と一緒にカジノを後にしていることを把握。またホテルの監視カメラと宿泊者台帳から犯人と思われる男性の人相と名前を知ります。そしてこの男がホテルの従業員にステファニーが寝ているから邪魔をしないように伝えていたこと、またテレビをつけっぱなしにしていて部屋の中に誰かがいると思わせるようにしていたこと、最後に彼がホテルを出た時にはカードキーを返却しておらず、ただ外出するだけであるかのように振る舞いつつも3日間帰ってきていないことから、彼が犯人で間違いないだろうと判断し捜査を行うのですが、見つかりません。犯行からすでに3日が経過していることもあり、すでに海外へ逃亡していることが考えられたので、国際刑事警察機構インターポールにも情報が共有され、このオランダ人男性ジョラン・ヴァン・デルスルートが隣国チリに入国していることが判明。次の日6月3日にビニア・デル・マールにてタクシーに乗車しようとしているところを発見され、逮捕されるのです。逮捕されたジョランは当初ステファニー殺害を認めず、ホテルに強盗が入ってきて騒ぐのをやめなかった彼女を殺したのだと話していました。しかしペルーに送り返され事情聴取を受ける中、あまりに証拠が揃っていて言い逃れできないと悟ったのか、彼はステファニー殺害を認めるのです。そして彼はステファニーが彼のパソコンからナタリー失踪事件と自分にかけられた容疑について知り、プライベートな部分に干渉してきたので殺してしまったと話し、その後はコーヒーとともにアンフェタミンを摂取しホテルを後にしたというのです。しかし彼の体からはアンフェタミンの痕跡は検出されず、これは嘘である可能性が高いとされています。嘘の理由ですが、ペルーでは薬物を摂取した状況下での犯罪は寛大な目で見られることがあるようで、このことを知っていたジョランの弁護士からの入れ知恵ではないかと言われています。結局彼はステファニー殺害の罪で裁判にかけられることになるのですが、彼の両親が裕福でありかなりの金額を用意できると思われるために保釈は認められず、裁判当日には裁判所へ向かうジョランに対して多くの人が怒りの罵声を浴びせ、腐った卵や果物が投げつけられたそうです。警備が厳重な南アメリカの留置所に入れられたジョランは、そこで身の危険を感じたのか、ナタリーの遺体の場所を教える代わりにアルバの留置所への移送を求めますが、これは却下されています。
その後も彼の弁護士はあらゆる手を使ってジョランの罪を軽くしようと試みますが、相手がペルー国内で強い影響力を持っている男性の娘だったためか、それともあまりに証拠が揃いすぎていたためか、どれも大した効果はなかったようで、結局2012年にジョラン・ヴァン・デル・スルートには禁錮28年の刑が言い渡されるのです。その後彼はアメリカへと送られ、アルバで失踪した女性ナタリー・ホロウェイの殺害に関しても罪を認め、さらに刑が追加されます。ナタリーさんの事件について詳しく知りたい方は一つ前の動画をご確認ください。それにしても、もし2005年のナタリーの事件においてジョランを有罪にすることができていたならば、ステファニーさんの事件を防ぐことができていたのではないかと考えると非常に残念でなりません。若くしてその命を奪われたステファニー・フローレス・ラミレスさんのご冥福とご家族・ご友人の皆様の心の平穏を願っています。いかがでしたでしょうか。今回のお話は以上となります。個人的にはジョランに下された判決は軽すぎるようにも思いますが、皆さんはどう思いますか。よかったらこの事件に関する感想をコメントでお聞かせください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。